Thank you.
Thank you.
Thank you.
ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。 続きまして、大番長、
上市町理事会長宮部孝雄よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。八幡神社例大祭コロナ秋祭り、大勢の皆さんにご参集をいただきまして心から熱くお礼を申し上げます。ただいまご紹介をいただきました当番町の上町自治会長宮部孝雄と申します。今日はですねこの山に大勢の皆さんがご参集いただいて、また小玉秋祭りは今まで伝統のように児玉小学校の3年生の子どもたちが一生懸命お囃子の連絡をして、今日こういうふうに皆さんの前にご披露をいたします。どうかこの素晴らしい子どもたちのために皆さんの5000円また最後までご案内をいただきますよう心からお願い申し上げまして、当番長の挨拶とさせていただきます。今日は楽しんでいってください。お願いします。ありがとうございました。続きまして令和5年の連合青年会長野寺優希よりご挨拶を申し上げてさせてます。すいません、皆さんこんばんは。昼間とは違ってですね、こういった高いところから、夜の方は、ご挨拶させていただきます。今年度当番長、連合青年会長にさせていただきます、野寺です。よろしくお願いいたします。児玉秋祭りもですね、あとわずかとなっております。この4年間を、払拭するような大きな楽しいお祭りを最後に披露していただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続きまして、ご来賓の皆様からご挨拶を頂戴したいと存じます。本庄市長吉田信玄様、皆さんこんばんは。あ、ここから見ますと人人人の波、本当に4年ぶりのこの四町のお囃子共演おめでとうございます。よかったですね。今日は本当に天気も良くて、駅前での叩き合いも素晴らしかったです。本当に露店も出て、あ、お祭りが戻ってきたなと思います。上町の皆さん、当番長お疲れ様でした。司会も連合青年会も会長もいい男ですね。来年は元町さんです。どうぞ来年もにぎにぎ素晴らしいお祭りになることを心からお祈りしてご挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。ありがとうございます。本庄市長ありがとうございました。それでは続きまして、埼玉県議会議員飯塚俊彦様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ありがとう。いやー、素晴らしいお祭りが帰ってきました。7トンもある荒町の神輿、動かすのも大変なんだよ。屋台神輿じゃない、神輿じゃないね、7トンで動かしております。とにかく日本の祭り、子供の秋祭り、日本一終わります。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員法務大臣小泉龍司様は本日お越しできないので、代表の方によろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。それではいよいよ始まります。連合青年会長の合図で始まります。
どうぞ皆さん楽しんでください。はい、皆さんよろしくお願いします。
Thank you.